あれは。どうやら、なんとか追いつけたみたいです。そうか。結局タワーの爆破は阻止されてしまったか。憎むべき鉄血大将を抹殺する好機が。共和国の連中と手を組んでまでことを起こしたというのに。我々の味方は多い。海援校をはじめ例の連中もまた力になってくれるだろう。この場さえ逃れられれば次なる機会が。そこまでだ。追跡ルートは潰したはずだぞ。残念ながら別のルートからも。どんなデータを入手したのかは知りませんが、正確ではなかったみたいですね。だいたい何なんだこのガキどもは。クロスベル警察、毒虫支援課だ。テロ活動、破壊工作の現行犯を及ぶ要人暗殺、大量虐殺未遂などの容疑であなたたちを逮捕する。警察だと？たかが自治州の警察ごときが我らの大義を邪魔するか。ふざけないで。あなたたちこそどれだけの人を巻き込むつもりだったの。やれやれ、いるんだよね。黙れ。誇りを忘れて虚しき繁栄を貪るだけの愚民どもが。反省する気ゼロみたいですね。我々とて無関係の者を巻き込むのは本意ではない。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者であれ容赦はしない。話しても無駄だ。とにかくぶちのめすぞ。行きましょう皆さん。仕方がない。行くぞ。行くよ。行こうか。ワイド、ワイド。ああ、ここが勝機だ。はい。ロイド、ロイド、行きます。いつでも来い、来い。おめえ。私の番ですね。やあ！さてと、エニグマフルーム。さてと、ドライブ開始。よし。それ。それ。良いデータが取れました。やるじゃない。
バカな。自治州の警察風情がここまでやるとは。確かにクロスベルは富を享受してるのかもしれない。だが俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。様々なしがらみと圧力、それらに押しつぶされながらも壁を乗り越えようとあがいている。ロイド、ロイドさん。やりすぎだったことは認めよう。それじゃ、それに我々は鉄血宰相を討ち取るまで捕まるわけにはいかんのだ。皆さん、来るぞ。下がれ。な、スマートミサイル。で手に入れやがった。なかなか便利な協力者がいるものでな。せいぜいそこで遊んでくがいい。これ以上の問答は無用。撤退するぞ。みんな、やれそうか。ええ、なんとか。こちらも行けます。まあ、運が良ければ。なんとか撃ができるかもね。とにかく硬い車両です。安全の体制もあります。かかってきなよ。僕の番か。私の番ですね。さてと。
よし、よっじゃぐよし。僕の番か。行くよ先生。はっ、俺の番だな。えいっ、はっ。さてと、リミットを解除します。了解。行きます。いつでも来い。来い。お願いします。あたしの番ですね。どうする、ノエル。行くぞ。セット。
まあまあだね。行きます。ドライブ開始。行きます。はあ。さてと。後だ。とにかく逃げた連中を。銃撃戦の音。一体何が。とにかく行ってみるぞ。心置きなく。
シャーリー、残りもやっていいぞ。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから、遠慮なくかかってくれば。それやめろ。あんたたちは。言っただろう、ビジネス。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。まさか。うん、帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。その通り。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理。おじき、なんで殺した、なんで殺しやがったんだ、どうして。ぬるいわ。ランディ先輩。ランディさん、言っただろう、処刑を受け負ったと。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけばこの結末にはならなかった。鉄血に政治的に利用されることも。まさか。せめてものなさ、一匹だけは見逃してやる。もったいないな。まあ、いっか。雑魚だと遊びがいがないし。はい、パス。逃げられないでね。さて、引き上げるぞ。よっ。それじゃ、またね。ま、失礼します。じゃあな、ランドルフ隊長。サオ社長、その者たちには重大な権威がある。共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても長老方、上からの社名でした。
接の教師以外。顔を合わすのはこれが初めてだ。心配せずとも、もう一方のテロリストほどひどい目には合わないはずです。せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょう。ふざけるな！貴様ら東方人のせいで我らのカレバードは！ロックスミス大統領、思っていた以上のタヌキだな。個人的には親近感を感じる方ですね。文句や抗議が終わりでしたら、どうぞ大統領府の方へ。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に捕らわれたそうです。え？おお、それは頂上。彼らは我々の友人でした。身分は保証しますからご安心を。そして帝国からの一団、帝国政府による委任状のもとに赤い星座など両兵団でほぼ全員が処刑されたそうです。なんてことか。最初一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期すため私はともかく王子殿下を狙った罪を万死に値すると言わざるを得ません。よく言うぜ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまりに、あまりに真偽に基づやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたが、この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということは。まんまとテロリストを会議の場に近づけた。命を狙われた皆様方にとって、あなた方はなんと強引な。ここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、リーター君、いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。
他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。私はここに市民及び大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。ジグムントさん、こちらの用意はいつでも。構えるな。お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。同感です。そういえばノイエブラン真相回転、どうもおめでとうございます。なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。なんの、こちらこそ。知らぬ仲でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。嫌になるくらい元気な方々ばかりです。長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだな。あ、ひょっとしてイン？東方人街最強っていう伝説の教師って。そういうお前はブラッディ・シャーリーか。わずか16で最強の両兵団の大隊長を務めているという。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもかっこいい覆面をしてるけど、つけない方が強いんじゃないの？筋肉の使い方も不自然だし。フフ、親バカかもしれん。こいつの見る目は確かだな。別に。さあ、くだらない挨拶を続けるのなら先に行くぞ。すみません。ああ、またの機会。まあ